そのこのままずっとこう人材派遣のビジネスを続けていこうっていうふうに思われなかったんですか？私は決してその人材派遣のビジネスが年で終わってるっていうふうに思っていないんですね、はい、あもちろん今はその会社は一緒に立ち上げた人間が社長をやってですね、はい、今も会社としては成長していってるんですけども、うん、どちらかというと、その中でやり始めたのは、まあ、良質な人材が集まれば何でもできるっていうことを、うん、まあ、実現したいっていう思いだけで回していたんですね、はい、でよく、まあ、人材派遣をやってると、まあ、私は結局ここまでしかできないんですとか、あ自分の能力だったらもうこんなことできないよねっていうふうにやる前から諦めてる人がすごく多かったんですけど、はい、その時に、まあ、天井を取っ払って、うん、いやいやもう進もうと思ったらどこまでも成長できるんだよっていうのを見せたいっていうのがすごいやりながら思っていたことなんですね。これを、はい、まあ、ちゃんとまあ、見てもらうためにっていうところもあって、うん、いろんなことに人材派遣の時からですねチャレンジしていたというようなことがあります。実は GLM っていう会社はそのチャレンジの一つであって、そこがまあ、今ある程度大きな規模になってきているんじゃないかなと思います、うん、こう今まで経験のないベンチャー企業がその古くからある自動車産業に乗り出すってなった時には、こう周りからの反対とか、なんかこうやめといた方がいいんじゃないかっていう意見だったりとか、そういうのってすごくありそうな気がしたんですが、どうですか？そうですね、私自身はですねやっぱり本当に知識がないっていうところの中で、はい、まず人に会って知識を得る、うん、本を読んで知識を得るっていうのをやっていくんですけども、はい、まあ、その中で人に会ってですねこういうビジネス考えてるんだというと、うん、まあ、自動車産業に参入したいというと、まあ、100人あったら100人ともがダメだ、できないですよ、ね、と言われるんですね、はい、まあ、それを聞いていくにつれですね、あこれってすごい大きなチャンスなんじゃないかなっていうふうに思い始めたんですね、はい、つまり心の中でみんなが天井を作っていて、そこにできないことだっていうふうに決めつけているので、参入障壁が、心の参入障壁がすごい高い産業なんだと、はい、でだけど世間ではもしかしたらできるかもっていうような一つの考え方も出てくる、うん、じゃあこれあと一歩進めばですね、もしかするとその賢い人たちが考えているその理論に基づいてビジネスが回っていくんじゃないかなっていうようなことを感じ始めたんです、うん、京都大学でですね、はい、電気自動車の開発プロジェクトというものが私が大学院に入った時に、はい、まあ、進んでおりまして、はい、そこでやってらっしゃる松重教授のですね、まあ、講義を受けたのが実はGLM が始めるきっかけなんですけども、はい、京都には、まあ、世界的に有名な電気部品メーカーが集積しています。そうですよね、はい、でこの京都の部品メーカーの力を、まあ、集約すれば電気自動車の基幹システムは全て出来上がるというふうに言われていたんです。はい、まあ、実際に京都大学の中ではそういった企業さんと、まあ共同開発であったりとかコンソーシアムを組んで、車の開発電気自動車 のシステムの開発をしていたんですけども、これを見た時に、あちょうど私が考えていたいろんなものを良質な人や物を巻き込んでですね、ものづくりをしたら、新興の、企業でも大きな産業にチャレンジできるんじゃないかっていうようなことにですね、まあ、なんとなく同じような思いをまあちょっと、まあ、シンクロさせたといいますか、うん、感じたんですね、はい、そこで、まあ、先生にお話をしながら、これをもうぜひともビジネス化したいというような話の中で先生ともいろいろ議論をしてですね、はい、実は GLM の、スタートになるような会社が、うん、構想がその中で出来上がってきたんです、うん。